はい、一橋大学2020年の問題を説明します。半径1の円周上に3点 ABC があると、内積 ABAC の最大値、最小値を求めなさいと。これ内積は AP ベクトルと AC ベクトルの内積点は AB の大きさが AC の大きさで5サイン C が、で、θ が0の時は5サイン θ が1になるから、これマックスになりますよね。これまあ、こう取ったら、ここ A やったら、ここ B で、ここ C やったら、じゃあこれは、マックスが4やったら、4、2と 2×1 やから、マックスは4と。次、最小値だ。で、最小値は、これ実は順番なんですけど、最小値は AB と AC で、この、ここが、π で、ここは θ としたら、これ、コサインθは鈍角になったらマイナスになるからな。だからマイナスになるから、一番小さくなりますよね。で、これ、ちょっと考えてみたら、この、ここ直径取るときは、これが一番こうマイナスに一番大きくなりそうな。だから AB の長さを X としたら、ここの、この長さ2分の X な。2分の X で、ここが1やから、この AC でこうトントントンってこう落としたら、ここの長さは 1-2 分の X が、まあ、1-2 分の X と X かけたら、これが一番あのミニマムですよな。で、ここはマイナスやな、マイナス。この θ、コサインの π のマイナス θ というのはマイナスコサイン θ ですからね、マイナスになるのでこうマイナスですから。で、これはプラス2分の x 中マイナス x が、で、こう2分の x で x マイナス1の事情にしたら、これ計算するとどうなるかというと、マイナス2分の1が、だからミニマムは x が1の時マイナス2分の1が、こういう形になります。はい、終わります。